悩むなあ。あ、ごめんね。もしかしてもう待ち合わせの時間だった？あなたに会う前にソロライブについてうちの考えをまとめておきたくて。でもいろんなことを考えすぎちゃって頭がこんがらがっちゃった。そうやね、ありがとう。あなたの言葉が励みになるよ。今まで以上にいいパフォーマンスをして見に来てくれた人に喜んでもらいたいんだ。そのためにももっと練習を頑張らないとね。それはどうかな。みんなはみんなでやりたいことがあると思うし、やりたいことが違うのにうちに合わせてもらったら悪いやん。みんなの手を煩わせたくないし、きっとそれがソロライブってやつかなって。あなたはそう思わない？ありがとう。あなたのこと頼りにしてるね。うちにはあなたがいてくれるから安心できるんや。やりたいことをまとめてそれに向けて練習をしていくから、とりあえず困ったらあなたに声をかけるね。それまではみんなのソロライブを手伝ってあげてほしいな。うちはまだ一人で大丈夫そうやし。